はい、皆さんこんばんは。今回はですね、ついね数時間前にアップデートが入りまして、武器召喚、星6フリューゲルタークですかの進化ということでね、この弓が取れるかもねということのようなので、まあ一応やってみよう。あ、じゃなかったですねあれ、あ、星6って私は分かったら星6の弓がいきなりボーンと出るんじゃないんですよね。それすら分かってない。まあ、基本的に可愛いキャラをめでて、まあ、強くしてめでるっていう遊び方してるんで、あんまりね、星6武器のこととかよく知らないことがね、今のこのね、何気ない私の喋りから露呈してしまったというね。そうなんですよ。私、キャラゲーとして大前提をやってるんで、まあ、それだけではないんだけど、まあ、一応ね、自分なりに無課金なりに俺強えとかね、まあ武器を強くしてキャラを強くしてってのもあるんだけど、基本的にはね、いかに可愛いキャラを取るかっていうそういう遊び方をしているんでね、全然武器のこと知らないっていうことがね判明してしまいましたが、今ちょっとね、まあ、当たり確率を改めて確認しますと、マスターレアっていうのは星5のことなんだと思うんだけど、これがね全部足すと 5% で、今回ね星6がボロンって出るわけではなく、この星6にするための、これ未だにね星6のキャラも星6の武器も私持ってないんでね、持ってないし正直あんまり興味もないんで、この自分のね、そのこのキャラは可愛いなっていうキャラを取りたいなっていう欲求はものすごくあるんだけど、それはもう先日取り終えちゃったんで、今正直ね、じゃあこの後何を目標にこのゲームをやろうかってね、正直微妙なとこあるんだけど、まあ、それはさておきですね。まあ一応ね、確率の確認ということでいうと、基本的にはこのフリューゲルターク R というね、星6にするための、武器が、まあ、3% の確率で出ますよと。私はね、まあ、非常に細かいところで言うとね、この木こりの地合いの斧、まあ、0.25% だから11回回して出る確率っていうのはね 3% にも満たないわけなんですが、これはねまだ木こりとその鉱石のね、掘るためのね、アイテムっていうのはまだ私星5すら持ってない状態なんで、まあもしこれが出たら割と美味しいですね。っていうのがね、確かね、あの星くじで取ろうと思うと1万ポイントぐらい取られるはずなんで、うん、これがもし取れれば1万ポイント分の私にとっては価値があるということになるかなと思いますがね。じゃあまあ能書きはこれぐらいにして行きましょうか。じゃあこれですね、初回無料。じゃあ行きます。ででん。結構ね、今ちらっと見えたと思うんだけどね、あのダイヤモンドも結構3600ぐらい結構頑張って貯めてるんでね、それもね、おお、すごいすごいすごい、青星2発出てますよ。あ、すごい、こんなインスタ初めて見た。ここに書いておこうか。今ライブもやってるんですけどね、青星2個。さあどうだ、青星2個。はい、ちょっと青星期待できますよね。あれが出たらマジで嬉しい。まだね、そのさっきも話したんだけど、斧と要はその鉱石掘り関係のね、道具ってのは私未だに持ってなくて、次取るのは多分あの新しいお気に入りキャラとかが出ない限りはその道具を取るから、なんかどうだ、出ない。あー、来ました、いきなり来ました、マスターレアのこれ弓の方ですよね。今回のこの動画の題名にもなってるフリューゲルターク R 出ましたよ、いきなり。また出た2連続2連続星5来ました。わっ、これね、最悪溶かすってなっても2400ポイントぐらいつくはずなんで悪くないですよね。うん、は
はいはい、というわけでございますね。おまけのね、レリックレプリカもまあ3個はね、これ意外と割いいですね。やっぱね、11連ガチャっていうのはね、運営側の大盤振る舞いということでね、私みたいな無課金勢にとってはね、非常に貴重な、アイテム確保のね、貴重な機会だということでね、逆に言うとね、基本的に私はこの先半月間でね、ゲーム内通貨を使う予定はなくて、ひたすらためモードに入ろうかなと思ってるんで、この先の半月期間っていうのはね、基本的には、地味なある意味ね、クエストぐるぐるとかをやっていくという形にはなるかなと思うんですがね、今回の11年無料ガチャでは、星5が2個取れたよっていうのはね、とりあえずは良かったんじゃないかなと思います。ただまあ私はね、このフリューゲルタークっていうのをね、なんか星6作るぞっていうのは差し当たってはないのでね、おそらくね、星5で消えてしまうんではないかなと、別の武器にね、再生されてしまうんではないのかなと思うんだけどね、何にせよね、青星が2個出るっていうのはね、非常に喜ばしいことだなと。これ単純確率で言うとね、 55%、 11連回してこの星5が1個出る確率って 55% 推定ってことだったんで、予想ってことだったので、そういう意味ではね、非常に良かったなと思います。今回の動画は以上となります。ライブはまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ライブも来てね。